28番有馬のクリターン、敵陣の39ヤードまでリターンしています。ファーストダウン。89番湯沢学を動かして、左にシフト、さらに右にシフト、その右サイドに岡野のランプレーを展開しました。パワープレーで35ヤードまで、4ヤードゲイン、セカンドダウン6。インターセプションです。レシーバーの前に入り込みました。名古屋サイクロンズディフェンシブバック、ディフェンシブバックへストライクの送球がパスがいってキャッチ、インターセプトです。自陣35ヤードで名古屋ファーストダウン。ファーストダウンは33番のランニングバック森川のランプレー、35ヤードから38ヤードまでゲインしました。セカンドダウン7。パス不成功、フットボールが浮いたのでインターセプトもあるかと思われましたが、グラウンドに落ちました。パス不成功です。続いて38ヤードからサードダウン7。成功、さらにゲインを重ねました名古屋サイクロンズ。18番のレシーバー松原、一気に敵陣の39ヤードまでゲインしています。ファーストダウン。続けて低いパスが決まりました。ターゲットは10番ワイドレシーバー永井。敵陣26ヤードで名古屋ファーストダウン。
コタバック伊藤が右へ流れながらランニングバック33番森川へパス成功です。続けて26ヤードラインセカンドダウン10、コタバック伊藤、右を見てから左にいる18番の松原へのパスでしたが、パスが浮きました。サードダウン10と変わります。名古屋サイクロンズサードランロングでランニングバック森川のランプレーを選択しました。インサイドをついて24ヤードまでのゲイン、2ヤードのゲインでした。42ヤードのフィールドゴールアテンプトになります。上からのキックのせいでしょうか。54番山口軽く合わせて42ヤードのフィールドゴール成功です。3点を返しました名古屋サイクロンズ。3対7、4点差としています。キックリターナーは27番岡の9ヤードラインからのリターンでした。40ヤードを超えています。42ヤードラインまでリターンしています。33ヤードのキックオフリターン。決勝イーグルス自陣42ヤードファーストダウン10。34番金子オプションのピッチプレーでした。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトとります。
右サイドへのパスの構えからクォーターバック中山キープラン。ゲインはありません。42ヤードラインサードダウン10。クォーターバック中山左へオプションの動きに見えましたが、しっかりついていったのが名古屋サイクロンズ91番ディフェンスエンド工藤。工藤の動きが他の守備選手の動きを生かしてタックルフォーロス。37ヤードラインでダウン、フォースダウン、残りが15ヤードとなりました。湯沢のパント、敵陣の40ヤードライン付近でデッドとなっています。第3クォーター、残りが5分50秒、点差は4点、フィールドゴールでは追いつきません。タッチダウンで逆転となります。名古屋サイクロンズ、自陣41ヤードライン、ファースターン。クォーターバックは1番の神谷、左から出てくるレシーバー81番鈴木へ狙いすましたパスでしたがパス不成功、セカンドダウン10。伊藤から18番松原へのパス成功、44ヤードまでゲインしました。名古屋サイクロンズファーストダウン。クォーターバック伊藤、左を見てから右へのパス成功、キャッチしたのは10番の永井。ブロッカーが3人いるスクリーンの形にしました。さらに前進して敵陣37ヤードセカンダウン、ファースダウンまで残り3ヤード。21番のランニングバック藤井のドロープレー、タクラは4番中野。藤井は一気に30ヤードラインまで達しています。名古屋サイクロンズファーストダウン。チームタイムアウト。警視庁後半1回目。守備の警視庁イーグルスが後半1回目のタイムアウトをここで取ります。
伊藤から18番のレシーバー、この試合ではエース格になります松原へのパス成功。27ヤードラインまで3ヤードゲイン、セカンドダウン7。思い切ったロングパスの勝負に出ました。ワイドレシーバーとコーナーバックの1対1でしたがパス不成功。続いてサードダウン7、敵陣の27ヤードライン。33番ランニングバック森川、あと少しでファーストダウンというところまで行きましたが1ヤード足りません。21ヤードでタックルを受けてダウン、フォースダウン1です。先ほどに続いて54番のキッカー山口、37ヤードのフィールドゴール成功。6対7、名古屋サイクロンズ決勝イーグルスに1点差で追い上げています。名古屋サイクルランズキッカーは7番の加藤、ジャストミートしなかったキックなんですが外へ出ないで内へ跳ね返ってきました。仕方なく取って走り出そうとしたらタックルを受けてダウン。決勝イーグルスは自陣のレッドゾーンからの攻撃になります。17ヤードラインでファーストダウン。ランニングバック34番金子のインサイドのランプレーから入りました。1ヤードゲイン、18ヤードラインでセカンドダウンライン。ランニングバックが入れ替わりました。岡野が入っています。フラットゾーンへのパス成功というよりはかつて言われたロングハンドオフ、そのままランプレー感覚で出ましたがファールマーカーです。
ホールディングオフェンス72番10ヤードの罰則セカンドダウンを行います。反則で警視庁イーグルスは下がります。罰則距離の訂正を行います。ハーフディスタンスゴールまでの半分の距離の罰則を適用しセカンドダウンを行います。18ヤードからのセカンドダウンでしたから改めて、ハーフディスタンス下がります。9ヤードラインにボールが置かれてセカンドダウンを繰り返します。セカンドダウンファーストダウンまで残り18ヤード乱入バック27番岡野のインサイドランプレー14ヤードまでゲインしました。5ヤードゲインサードダウンファーストダウンまで残り13ヤードランニングバック2番迫田へのスクリーンパス成功。迫田はカットを蹴りながら一気に35ヤードラインまでゲインしています。決勝イーグルスファーストダウン。クォーターバック中山右サイドに出てパスを投げたかったようですけれども探している間に名古屋サイクロンズラインバッカー佐野のタックルを受けてしまいました。31ヤード内でダウン。クォータータイム第3クォーター終了です。ここで第3クォーターが終了。得点は7対6。前半第2クォーターでワンタッチダウンを決勝を挙げましたが第3クォーターはフィールドゴール2つ記録した名古屋サイクロンズが追い上げて1点差。いよいよ最後の12分に入ります。しかも第4クォーターの最初は決勝イーグルスセカンドダウン残り14ヤードから斉藤へのパス成功。レフリータイムアウト。勝者のためのタイムアウトを取ります。プレーの結果は警視庁ファーストダウンです。
自陣49ヤードまでゲインして決勝イーグルスファーストダウン。クォーターバック17番中山のスクランブルラン、45ヤードライン44ヤードまでゲインしています。セカンドダウン、ファーストダウンまで残り3ヤード。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトを取ります。次は警視庁のサードになります。敵陣45ヤードラインで決勝イーグルスのサードダウン、残り4ヤード。パス成功。ジャンプして体をぶつけ合って喜び合っています。名古屋サイクロンズの守備選手たち、中心に91番の工藤がいます。フォースダウン、残り4ヤードとなりました。89番湯沢のキック、リターンはゼロです。転がって10ヤードの内側でデッドとなりました。9ヤードラインから決勝イーグルスの守備になります。名古屋サイクロンズ自陣9ヤードでファーストダウン。33番森川のインサイドのランプレー、10ヤードまでゲインしています。1ヤードゲイン、セカンドダウン9。
コーターバック伊藤、ラッシュを上手にかわして18番エースの松原がカムバックしてくるのを見つけました。パス成功、22ヤードラインまでゲインしています。名古屋サイクロンズファーストダウン。33番森川のランプレーです。23ヤードまで1ヤードのゲイン、セカンドダウンナイン。プレーアクションパスは決勝イーグルスのインターセットになりました。レシーバーと競り合って11番岩下、決勝イーグルス自陣40ヤードでファーストダウン。89番湯沢岳がポストパターンのパスでしたが、パス不成功、セカンドダウン10となります。スナップが乱れましたが、クォーターバック17番中山キープランにしました。42ヤードラインサードダウン、パスタまで残り8ヤード。パス不成功、ポストダウンになります。またまたパントが問わずに敵陣の40ヤードで、先ほどと同じく41番の山田がキャッチ、リターンに入りました。最後はパンター務めた湯沢が追いすがるようにタックルをして、なんとかタッチダウンをセーブしましたが、
名古屋サイクロンズが敵陣の26ヤードまで入り込んでいます。ファーストダウン。パス成功。戻ってきたワイドレシーバー17番近藤がキャッチしています。18ヤードまで進んでセカンドダウン2。パス成功。エースの18番松原へのパスが通りました。ゴール前3ヤードでファーストダウン。敵陣3ヤードライン。ファーストダウン。ゴールトゥーゴー。スロットバックで発表している9番井戸のランプレーでした。1ヤードゲイン。2ヤードラインでセカンドダウン。ゴールトゥーゴー。アイフォーメーションにさらにエキストラバックをつけたパワーアイフォーメーション。29番のランニングバック川西のランプレーでしたが、ゲイン1ヤード。1ヤードラインでサードダウン。ゴールトゥーゴー。タッチダウン。プレイアクションパス成功。ランニングバック33番森川へパス成功して6点を挙げ12対7としました。2ポイントのプレイ成功。クォーターバックからハンドオフを受けたランニングバックがバスケットボールのパスのように両手で前パス、エンドゾーンにいる味方にパスを成功させました。2ポイントのトライ成功。14対7、7点差、ワンタッチダウンゲームとなりました。
継承イーグルスのキックリターンは23ヤードからでした。レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウトを取ります。43ヤードでファーストアンテン。ランニバック21番中谷の右サイドのランプレーでした。8ヤードゲイン、49ヤードラインでセカンドダウン2。スナップがやや不安定になっています。決勝イーグルス、なんとか中山がカバーしましたが、50ヤードラインにボールが置かれて1ヤードのロス。サードダウン、バスターまで残り3ヤード。クォーターバック17番中山の左サイドのキープラン、3ヤード以上をゲインしました。ファーストダウン。敵陣44ヤードファーストアンテン。チームタイムアウト。警視庁、後半2回目。攻撃の警視庁が後半2回目のタイムアウトを取ります。残り時間は1分59秒。この時間帯からはボールキャリアがアウトバンズに出たらゲームクロックは止まります。パッシングクォーターバック松岡が登場して、ファーストプレーはドローでしたがファールマーカーが出ています。ホールディング、オフェンス72番
10ヤードの罰則、パスを行います。敵陣46ヤードから44ヤードから自陣46ヤードまで下がりました。ファーストダウンで残り20ヤード、47ヤードラインでファーストダウン19となります。ラインバック2番迫田へのスクリーンパス成功。ロングヤーデージの定番のプレーが決まりました。再び敵陣の37ヤードまで戻しています。37ヤードまで戻してセカンドダウン3。クォーターバック中山のキープラン、30ヤードまでゲインしてファーストダウン。投げる場面、ポンピングをしてからのパスでしたがパス不成功。時計が止まりました。残り36秒。成功。19番の斉藤へ。敵陣6ヤードラインでチームタイムアウト。警視庁後半3回目プレーの結果は警視庁ファーストダウンです。そして、フィールドゴールで追いつかない警視庁、残っているタイムアウトをここで取って作戦を確認します。残り28秒、最後のタイムアウトです。
スパイキングでなんとかクォーターバック中山は時計を止めました。残り11秒。次がサードダウンセブンとなります。セブンは7ヤードラインでのダウンという意味です。成功。レシーバーまでパスが届きませんでした。ターゲットは89番湯沢。7秒残りました。フォースダウン。パス不成功ですがファウルマーカーが出ています。守備の反則ならば決勝が生きながらえますが、パスインターフェアランス。ディフェンス3番ニアの地点より警視庁ファーストアップ。ニアドラインにフットボールが置かれています。残り2秒。2秒はスパイキングができませんので、これが正規の最後のプレーになります。ニアドライン、ファースタン、ゴールトゥーゴファールマーカーが落ちています。プレーはパス不成功。オフサイド。ディフェンス30番。ゴールまでの半分の距離のバストを行い、ファーストダウンを行います。なお、ケージは残り0秒となっておりますが、ケージしないダウンを行います。守備側にオフサイドの反則がありました。時計は0-0ですが、ルールに従って1ヤードラインでファーストダウン、もう1プレーを行われます。クォーターバック17番中山、キープランで1ヤードをゲイン。6点を挙げてあと1点か2点です。決勝イーグルスは同点を選びますか逆転を選びますか。クォーターバックの中山がハドルに入ります。逆転の2ポイントを狙います。チームタイムアウト。名古屋サイクロンズ後半1回目。今度は守備の名古屋サイクロンズが後半の1回目のタイムアウトを取ります。
大変珍しいケースです。最後の最後のプレーでタッチダウンが入ってキックの1点なら同点で、さらに先へ進むんですが、それを選ばず警視庁は一気に逆転を目指します。2ポイントのトライを目指します。2ポイントのトライは3ヤードラインから行われます。先ほどの中山のタッチダウンは1ヤードからのランプレーでした。34番金子のランプレーを91番今日大活躍の工藤がまたまたタックル。試合終了です。試合終了14対13。名古屋サイクロンズ決勝イーグルスに勝利しました。第3試合は5時キックオフであります。